面談。どうもこんにちは。今日はですね、前にレンジローバーに行った時に、ディフェンダーっていう車を初めて見ました。めっちゃ守りそう。DF さんみたいな。投げました。今マネージャーあるあるみたいな。で、今回はディフェンスじゃなくて、ディフェンダーの、その、なんかネットホームページから、なんかシミュレーション、自分の好きなように、その外装とか内装をカスタマイズして、で、なんかその見積もりとかを出せるみたいなんで、今日はそれをしていこうと思います。いっちゃってる。じゃあランドローバーのディフェンダーを自分たちなりにカスタマイズして見積もりを見ていこうかなって思います。ではやっていこう。まずホームページを、ランドローバーのホームページを開きます。で、カスタマイズするっていうのがあるので、それを押してもらって、まず、ディフェンダー90と、ディフェンダー110。あ、ドアが1個で、シート倒して入るタイプちゃう。で、これがドアのこのタイプやったらこっちやな。こっちです。装備が全然違う。前輪駆動。多分安いからこれが標準なんちゃう。これが標準ですね。で、ここの全部これついてるやつに追加されていく感じですね。そう。押したらなんかわかるんかな。あ、いいんだ。車高を標準よりも40ミリ低くしたり、最大で75ミリ高くしたりできる。ああ、なるほどね。え、これは標準でついてないの？ついてないってことですね。で、こことここの差が違うのが、これか。オールテイレ、何これ？オールテレインプログレスコントロールとは、最新システムのオールテレインプログレスコントロールは、ぬかるみ、濡れた草地、凍結路や雪道、未舗装路などの滑りやすい状況で、あらかじめ設定した一定速度を維持します。 1.8 から30キロの低速でクルーズコントロールのように機能し、設定速度を維持するため、ドライバーはステアリング操作に集中できます。どうしよう、そんな険しいとこ行くかな。2回つむってことで、真ん中で一旦3番目でいいね。3番目にしますか。一旦これで、これディフェンダーの XS エディション選択しました。エンジン、これ変わらんから選択。はい。そして使用バッグ、今選択したのだとホイールは20インチで、エクステリアライティングは LED のヘッドライト、でコンビニエンセシート&インテリア、12は電動フロントシート。おう、なんか標準整備選択をしてみよう。
なしでいきます。あ、バンバン。あ、ちょっと難しいっすね。ここ見といてほしいんだけど。おー、はい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 。フロントアンダーシールド、腕状な5ミリ厚のアルマエト処理アルミニウム製のフロントアンダーシールドは、オフロード走行時にフロントバンパーカブとラジエーターを保護します。なんか保護してくれるっぽいから、つけとこ、つけときましょうか。つけとこ、つけとこ、だって見積もりやもんな。20インチのグレードアップせんでいいよ、タイヤそのままで、サイドステップもいらん、チューブもいらん。あ、お色だよ。今が0円でこんだけ選べる。おお、かっこいい。さっきの、うん、わあ、これかな。それですね。でちなみにプレミアルの、プレミアムのメタリックペイントにしたら、あ、シックになるんや。でもこっちかな。私もゴンド、うん、このゴンドワナストーン0円やし、うん、かっこいい。次ホイール19か20にしましょう、うん、ちなみに19やと、うん、こんな感じ、うん、かわいい、かわいいね。でも20にするとこんな感じ。お、あ、待って、22もある。22にしてみるとこれか。22ですね。22やな、見た目でいったらな。22にしましょう。ルーフカラー、お、ここかな。お、かわいい。今が標準、あ、標準以外選べなさそう。これはなんだ、なんかついた。あ、あれちゃん、なんかここにあのアウトドアのレールみたいな、レールみたいな、あの方が嬉しい。嬉しいよね。これでいこう。え、プチョコなった。あの、マリオ、F マリオ。シートです。今5000円で黒色なんかな、エボニーグレーで。5000円だけのやつ。おお、かわいい。カーキやって次。ああ、そうですね、外装に合わせたら、うん、これかな。変色、はい、5000円とします。はい、この辺はなんかついてくるっぽいからつけとこ、つけとこ。はい、パックまで進んできました、はい、で、このアドバンスオフロード系バリティパックはなんか泥除けっぽいんよ。はいはい、さっきもつけたから、はい、いらんよ。いる、いる、いや、一滴いらん。さっきつけたんで、そんな。で、2個目がコールドクライメイトパックの名前で、なんか窓のスクリーン凍結した時にヒーターついて、はいはい、溶けさせてくれる。そうそう、とかノズル、ウォッシャー、水あれや、なるほど、るんかな、ヒーター付きだから。いる、雪国に住んでないんでね。ついているんやったらつけとこうかな。大丈夫です。大丈夫、はい。じゃあこれファミリーパック、はい、いらんな。いるか、正直欲しいか。いらん、いらん。じゃあいらんね。いらないですね。大丈夫ですね。また消えました。あ、ほんまよ。不具合です。不具合です。次のストップ。踏んじゃいましょう。踏んじゃい、踏んじゃい。で、テイパビリティ&ダイナミクスっていうページまで来ました。なんか、それは電子セールアクティブディフェレンシャル？なんか多分電子セール安全装備みたいな感じなイメージなんですけど。キューティーいる？いります。じゃあこのまま、はい、つけときましょう。お、インテリア来たよ。スリーゾーンクライメートコントロール、リアクリングアシスト付き。
ートコントロールは運転席、助手席、後席でそれぞれ好みの設定が可能です。何の設定なの？なるほど、温度とかを。あ、もう車1台でじゃなくて、うんうん、変えれるってことですね。後ろはこれ欲しい。じゃあつけよう。ホームズリーダー、お、行くぜ。はい、え、コンビニです。コンビニ、コンビニ、ん、どんな機能これかな。アップルウォッチみたいなやつかな。時計ですか、これちゃん。え、じゃないとここ映らんの。これちゃん、確かに。これこれ、毛深。どうする、つける。あ、絶対そうや、つけます。つける、つけようよ。セーフとセキュリティ、セーフとセキュリティ。トラッキングテクノロジーを駆使して車両の盗難時に警告を発するほか、車の位置情報を瞬時に通知して迅速な解決をアシストします。いりますか。あ、安心ですね。だったらいる、つけとく、つけやっとく、つけとく。でも10万、10万で今まあ途中経過ですけど1000万いってるんですよ。わお、10万で1000万か。そうつけとこ、つけとこ、つけとこ。次、お、あ、いる？なし、なし。21万なしで。アーチな。ここな。でもここつ、うん、そこあるんやったらここ貼ってもよかったな。こんなんいらんやろ。すぐいらんです。アーチ入れときた。アーチ入れちゃう。これも入れてきますか。入れとくか。ここが大きくなってる。ステンレススチール製のフライトリアスカフプレート、これのことか。あ、荷物の積み合わせ。ああ、傷つくし。マジ、これはフロントクラッシュマットフラッグ、多分これのこと。多分ドロドロ。はい、いらん。この辺いらんかな。なんかね、上につけれるやつ、うん、これ欲しい。これが欲しい。はい、ぐらいですかね。次のステップ。はい、あ、さっき22インチにしたもんな。22です。じゃあいいな。アクセサリーとは別に。何これ、たこ焼き器みたいな。あ、待って、パンルアリンでインテリア選びました。シート選んだ。選びなんですね。あ、あ、これや。ごめんなさい。金額が、1073万2376円。1073万2376円。いや、あんま感覚分かってないですね、うん、なんかさ、これからさ、ランドローバー乗ってる街の人見たらもう見方変わるやな。もう、うわーみたいな、買ってるやんみたいな。いいなー、うん、めっちゃうわー、1000万、欲しいな、将来欲しいな。こんな感じでカスタムしていったら誰でも簡単にこうやって見積もりが出てくるんで、しかもすぐね、うん、これじゃあやっぱやめようとか、うん、できるから、楽しいですね、うん、楽しいし、なんか焦らんでいいし、自分のペースでできるから、うん、お店とかでね、ちょっと焦るよな、見積もりとかやってたらこれなんかね、やりにくかったりするけど、うん、家でのんびり、うん、いらんと思ったらいらんでつけれるし、いらん、いらん言えるんで、ご参考までにぜひやってみてください。キューティー、どうやった、はい、気になってたディフェンダーの見積もりとカスタマイズ。やっぱり高級車なだけあって、うん、1000万は超えてきました、うん、こういうふうにそらそうよな。そらそうなんですけど、なんかやっぱ、うん、高級車なだけに、なんかこのなんていうんやろ、
高級車感、うん、なんかもうがっちりしてる、ほんまになんか、うん、何やろ、何にも負けへん感じ、うんって感じするよな、うん、ほんまにズーンってしてる、柔道部の黒帯に対する、うん、ズーンってしてるから、それがなんかやっぱかっこいいなって思いました。なので将来変えるように頑張ります。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。